吉田さん、負けず嫌い。そうですね、根性を出していかないといけないんですけども、私別に根性を出さなくても並大抵の根性よりはあるんじゃないかなと思うんですよ。それニュートラルでこの状態ですからね。まだ汗一つかいてないっていう状態ですか。だからボクシングをやっているボクサー、プロボクサーが素人の人と喧嘩して汗一つかかずに、パンチも一発も出さずに相手をノックダウンさせるみたいなことをね、聞いたことがあります。それはもうこうやってかわしてかわして、相手がふふふってやるのをくたびれるのを待つだけで、最後に指一本でちょんとやるとバーンってね、倒れていくみたいなことがありますけども、まあなんていうんですかね、私も速稼塾っていうのをね、小さいながらやらせていただいてる時に、私は塾生さんがいらっしゃるんで、私がね、頑張ってやりましょうみたいな声かけてるのに、私が一番やってなきゃダメだろうと、しかも群を抜いてね。で、吉田さんもええ加減しつこいんですよ。ドリームアカデミアを抱えてるだけあってね。吉田さんも負ければ自分のコンサル生さんにね、顔がつかないところもある。まあそこまで考えてることは分かりませんけど、少なくともコンサル生さんの応援があると思うんですよ、負けるなっていうね。で、私も同じです。だからそういう意味では壁になってあげることっていうのが多分最大 の恩返しだと思うんですよね、塾生さんに対する。で、私は吉谷さんに対してもそれだと思うんですよ。吉谷さんが送ってきた動画3、4日返さなかったら多分がっかりして、どうしたんだよ、なんだよ、面白くねえなみたいになると思うんで、まあキャッチボールバン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 返していくみたいなね、ピンポンのダッシュじゃない、ピンポンのリレーですか、あんな感じですよね。吉谷さんピンポンやってますからね。はい。それで私はね、やっぱりこう負けないとか強いっていうのも一つの特徴でいいと思うんですけども、まあなんと言いますか、しつこさの代表でいいと思うんですよ、しつこさの代表で。私はね、負けず嫌いなところも当然認めないといけないと思いますけども、やる以上は勝たないまでもね、負けちゃダメだと思うんですよ、どんなことも。で、まあもう男の一生なんてね、勝負の連続ですから、勝つ時もあれば負ける時もあると。で、どうしてもね、負けられない時はやっぱり勝たなくちゃいけないかなと思うんですよね。でも負けても全然いい時はどんどん負けてくださいってことなんですよ。まあだからコメントには私 100% 負けますね。コメントでこの前も書いてあったんですけども、お前は喋るのが下手だから、聞いてる人が誤解するよってことを言われたらね、はい、その通りでございますと、認めてね、ただね、私の視聴者さんはそんなバカじゃないんで、私の言うことを真に受けたりはしませんから大丈夫ですとそういうフォローも入れながらなんですけども、まあやり合う必要はないかなと。戦いを挑んでくる人にとっては対しては、まあ、あなたの勝ちですと言えばいいし、口論が起きそうになってね、対立が始まりそうになったら、いや、あなたが 100%、正しいですよと、私どう言ってもね、隠居ですからと、毎日働きもせずに、まあむさぼり食ってるだけですから、本当にだらしない人間なんで負けですということになっちゃいますよね。で、まあここまでをまとめるとね、一つとてつもない自分らしさを持てば、まあ、自分の色は出てくるのかなと思います。どっかで取ってつけたようなブランディングを真似るんじゃなくてね、金持ちのふりをしたりとか、高級車乗ったりとか、美味しそうなものを食べたりとか、海外からねプールサイドでなんかこうジュースを食い出すような画像をね送らなくても、そんなのね大勢がやってるんですよ。だからね、見てくれはみすぼらしくてもいいんですよ。ただトークの中身がきちんとね、やれてる人のものだったらいいと思いますし、まあしつこいわけですよ、自分らしさ、しつこいですよね。吉田さんもしつこい。いい加減ね、今日はね3本ぐらいでリレー終わるかと思ったら、どん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 送ってくるじゃないですか。まあこのしつこさに私もピンポンどんどん打ち返すみたいなところが、まあ予定調和でありね、もうすぐまあ夕食の時間になったら私晩ご飯食べに行きますんで、出ますけども実家の方に行きますんでねで、そうですね、まあ動画をね、ご視聴の方にメッセージを送るとしたら、やる以上はやっぱりね、勝ってもらいたいと思います。特に初心者とかまだ結果が出ないうちは勝ちにこだわってほしいんですよ。負けたらね、本当にね、叩きのめされて立ち上がれないぐらいのダメージを受けてほしいんですよ。負けた畜生みたいな感じでね、負けずぐらいにならなくちゃで、そこそこ余裕な立場になったら敵に塩を送ってください。負けてあげてください、その時は。だからね、まだ何者でもない時に負けになれちゃダメですよね。全てが勝てるわけじゃないから、まあ勝ったり負けたりだからしょうがないや、負けてもみたいな思っちゃダメですよ。あの人に負けるんだったらしょうがないじゃないんですよ。たとえね、チャンネル登録の数が YouTube で100倍やろうと1000倍やろうと、よし、チャンネル登録100万人の人よりも濃いファンつけてやるぞでいいじゃないですか。ね、チャンネル登録自分は5人だけども、でもね、5万人の人に負けないようなトークで、熱さでやってやるぞ、元気さでやってやるぞ、動画本数でやってやるぞでいいじゃないですかね。あ、そうじゃないですかね。私もすでに吉谷さんと私はね、はじめ社長とか、誰ですか、ヒカキンさんよりも動画のアップロード本数多いんじゃないですかね。まあ
儲けはねともかく置いといてですよ。だからどっかに勝てるポイントがあると思います。で本当にね、勝負っていうのはビジネスの世界が勝負かどうかっていうのはまた置いといてね、勝負っていうのはね、私思うんですけども、昔ね麻雀放浪記っていう漫画にドサケンっていうねかっこいい悪役が出てきたんですよ。まあ、悪役とも言えないんですけども、博打打ちがで主人公の坊や浅田哲也と張り合うんですけども、ラストシーンまでドサケンが出てくるんですよね。そのドサケンっていうのはなぜかね、最後の最後の番外編の小説の一番最後にドサケンのセリフで終わってるんですよ。不思議ですよね。坊や鉄のストーリーで始まったのに最後はドサケンのセリフで終わるというね。しかもドサケンのストーリーがバーッと出てきて、主人公の坊や鉄は出てこないっていう話で終わるんですよ。いやこれなかなか面白いな、さすがドサケンの負けず嫌いだなってところですね。でドサケンの、そのドサケンってやつのね精神状態ちょっとね私ね印象深いんでここでお話しますけども、当然麻雀なんですよ。でそのドサケンの評判っていうのはねすこぶる悪いんですよ。なぜなら勝てば持ってく、負ければ暴れて払わないね、え立ちが悪いですよね。語呂は結構いいですけどもね、テンポよく勝てば持ってく、負ければ暴れて払わない、まあ、そのぐらい勝負にこだわったやつなんですよ。でまあビジネスの世界でねそういうことは許されない、人間関係の世界でそういうことは許されませんけども、戦後のどさくさの物語ですからそういうこともあったのかなと思います。まあその根性は、根性だけはね、まあ見習ってもいいのではないかなと思います。そしてもう一つね、ドサケンが自分で言った言葉があります。それは麻雀やってる時に、とにかく成功法で勝たなかったら裏技で勝ってやる、イカサマで勝ってやるって言うんですよ。それでも叶わなかったら張り倒して途中でやめるって言うんですよ。だからね、勝てないんだったらもう勝負を途中でもうなぎ倒して帰っていくみたいなね、そんな根性で生き抜いてきたというね、やっぱりね勝負師と言いますかね、博打の現場は全部戦争ですからね、戦場ですからね、スクールウォーズじゃないですけどもね、ここは学校じゃない戦場だみたいな感じでね、戦場だみたいな感じ言ってますけどね、滝沢先生ね、戦場だですよ。最後カメラ目線戦場だみたいなね。面白いですね。今またスクールウォーズ、この前ねアマゾンでやったんで見ちゃったんですよね。面白いですね。スクールウォーズの2があるじゃないですか、しょぼいと言われてたあの2ですけども、私は見たいな、あれはスクールウォーズ2が見たい、いやー見たいな。なんかどっかに落ちてないですかね、 DVD にもなってないしね、しょぼすぎてソフト化が禁じられてるんですかね。インターネットでも結構探すんですけどないんですよ。もしねお持ちの方がいたら教えてください。それではね、今回は以上です。勝ちにこだわってください。本当何者でもないうちは勝ちを積み重ねてください。そしてまあそこそこの立場になったら、いろんな人にね勝ちを分けてあげてください。それが私はね強さだと思うんですけどもね、いかがでしょうか。それでは吉田さん、いってらっしゃい。